だけを動くように、してみてみましょうか。選び取るのは1の音だけです。1人ずつ言っていただけますか。1。まあ隙間を空けて1。で、僕まで言って4人かな。じゃあ皆さんに一つ言ってもらいましょう。声を出したい人。1という答えを出してください。これは、表紙としてやるんですか。そうです、表紙としてやっていただければいいです。ただダンサーは一度間だけで動きますから。あ、はい、だから瞬発性と自分の決定力っていう。何人か、1、2、3、4の人がいるんですか。いや、いません。交互に隙間を空けて次の人1だ。その人は、言った人は2、3、4を隠れた言葉として体で表現する可能性がありますから、ダンサーは同時にその隙間を作りますから、隙間を作ってこの6人が同時にやってずれていきますから。その思いずれというのは想定内なんだけども、そのずれを利用する場合もあるし利用しない場合も。表紙はあらかじめ、例えばじゃあ今日は4拍子でやろうねとかじゃなくて、人によって違うんですか。違うんでしょうね。じゃあ1で動くの大変ですね。大変でしょうね。はい、だからその辺のずれがダンサーにとってある種瞬発性を生むし、リスクを背負うことになるから。すげえな。いたたましいぐらいのフライパンの上で、熱いフライパンの上で動くような可能性はありますよね。じゃあやります。やってみましょう。じゃあ1、2、3、4番ですから5番。はい、はい、6番、はい、7番。7番、はい、7番でいきましょうか。はい、いきましょう。1。はい、ちょっと待って。ここで注釈を入れますね。この動きっていうのはその場にいて全員がやってて、体の適性によって動いていますが、だいたい温度が上がってこなければ体も動かないでしょ。で、同時にアイデア不足で同じことをやってるっていう可能性がありますね。だからここで一つだけ言います。隣の人は何をするっていう言い方が必要なので、隣の人と完璧に違いなさい。どっちとか右左左というのは分かりません。だからどっちかタイミングが早い場合は、遅くなった人は違うことをやることになります。で、要するにそうやって直感力が同時に関係性に働く、これは人間というのはそのコミュニケーションをずれながら持つってことが、動機の多様性につながると思うんですよね。で、それを本人たちにも一つだけ気づくかどうか分かりませんけれども、気づいた人は違うポーズをしなさい。全く違う、遠いポーズって言ってもね。今は遠いようで中間症、中間程度ですから大体似てるんですよ。だから立った人はあんまりいなかったし、転がった人もいないんですよ。動きですからポーズとは言ってませんよ。1の間を動けっていう、その1の間が1。だから強さによっては1が伸びてるかも。ワン、スリー、フォー、バンと分かりませんよね。その音によってその今日幅が変わってくるのをダンサーは同時に掴んでください。だから自分の自らかけた位置だけをそこに修正しないでね、音、動きっていうふうにして、またそう違うことをやってください。やってみましょう。もう一回ミスさんがいきます。
はい、要するにまあ一応はダンスというのはこれは僕が学んだダンスというのはダンスは空間芸術だというふうに習ったんです。ですから感情の表現表出ではないという、これは一つの感情表現でありますけれども、それをむしろ空間の領域性を広げて流感の関係性を求める空間。だからパーソナリティはありますけど、パーソナリティが関わったところで第2次のパーソナリティ、今日は共同パーソナリティと言ってますし、深層パーソナリティと言い換えてもいいです。そういうのをダンスが生み出す力があるのではないかという見つけた人もラバーンという人もいます。だけど、それがどこまでうまくいくか分かりませんけども、僕自身としては音楽は同時に身体と関わりながら、動きと関わりながら空間の共有物だというふうにダンサー側からもミュージシャン側からも見つけてみたいと思って、だからそれがパフォーマンスという形になれば、より強い傾向の音楽的傾向のパフォーマンスなんか、ダンスを先行的にするパフォーマンスなんかありますけど、この場所はすでに共同でイーブンです。だから結末はエンドレスですけども、ないというエンドレスですけども、実際はあるんですというそのあるということが想定できればパフォーマンスとしては、プレゼンテーションできるんじゃないかと思います。で、今からじゃあ大体できましたから次行きましょう。じゃあ音楽の方で今のと似たようなことを作ってやってます、はい、僕はピアノで1や1、それで楽器で、同じく、ダンサーがされてたように同じ同時に1、それでダンサーの方は2、3、4を踊っていた。あ、なるほど。バラバラなポジションに立って座って寝て、同じ位置で一斉に同時に1で同時に1、いえ違う、同時にみんな2、3、4だよ。長さの尺のロングはね、2、3、4、それが1、2、3で終わる可能性もある。2、3、4はお休みで、次の音が来たらもうやめない。2、3、4の時にはダンス。ダンス早い。ハン。ハン。体っていうのは回復するという力を自らに課しています。これはポーズがあれば、ポーズがあることで一つのポーズを作りますね。これは物体的にはバランスオフという考え方が成立しますけども、でもこの子はここにいるためにバランスをとっています。だからバランスオフの結合集合したバランスという言い方です。そしてでもこの人はこの体のどこかネグレクトした部分とか、重心がポジションとして決まっている部分、体をさ動きをフォームを支えている部分を知覚しています。だけどその知覚する能力が、これはスカルプチャーをやる人がよく分かっている話だと思うんだけども、実体の物体のバランスにおける、要するに何て言うんでしょうね、結合点が